星田三平探偵殺害事件14月16日午後10時列車は瀬戸内海の曲折した海岸線に沿って動いている巨大な昆虫のように。 そして瀬戸内海は激労と海鳴りと悲惨するしぶきと思って傷ついた野獣のように暴れている島影も空も海も闇に包まれて闇の底をその列車は失踪している悲鳴を上げ犯罪を乗せ春だから 京阪地方へ修学旅行に出発する女学生の一団を、茶室は花束のように満載していた。女学生たちは旅立ちの歓喜に興奮していた。トランプ、コーラス、雑談、口笛、ひっきりなしの笑い声、拍手。で、探偵屋の鈴む、M 高等学校文化学生、 と僕、道場、とはこの陽気な娘たちの中でたった2人の男性として混じり完全に顔負けしていた僕たちは学校の春休みを利用し T 市にある野球試合を見物するため不幸にも夜行列車を選んだのである鏡の前では胸を膨らませた少女が軽快なハーモニカを吹奏していたそして 半数の女学生がチョコレートをかじり少女死について論争をしているそして車室は陽気だったしかし外は嵐だ諸君は夜更けの列車を襲う通り魔を知っているか瞬間に人の感情の隙間に忍び寄り イタチのように襲いかかる敏少な通り魔を大きな雷鳴があった雷鳴に近い銃声が混じって聞こえた女学生たちは声を失いそのままの姿勢で射出全体が沈黙する誰も石像のように動かない 次の1秒、笛の音に似た恐怖の叫びを人々ははっきりと聞く通り魔だ人が人が飛んだピストルの音がして男の人が一人の女学生は射出に転げ込むといきなり教師の膝にすがりついて叫んだ私怖い 教師は、蒼白な顔で、それでも優しく少女の肩を軽く叩いていった。何かの間違いです。きっと、あなたが怖い怖いと思ってるから。でも私見たお便所から出て外を眺めていると、一等室から男の人が出てきて、昇降口から飛んだ足袋の裏が二つ並んで、 ポカリと飛んじゃったの。私はっきり見えたんですもの銃声飛んだ男何かが起こったのだ突然鈴むが私の腕をつかんで立ち上がったそれ本当でしょうね僕が行ってみます一斉に音のない娘たちの視線が彼に集まる スズムは私より勇敢だった。どんなことがあっても騒いではいけません「鈴夢は私より一寸高い五尺三寸である大股で歩いたドアは開かれたままだどんにたまったすす煙の底で一等室の金文字が光っている」 射出を出るにはもう一つの扉を開かねばならぬ。鈴夢が両手で開いた。と、雨が照明に反射して白い幾筋かの矢のように吹き込んできた。闇にしまめを作って。昇降口が半分開いているのだ。その男はここから飛んだのに違いあるまい。私たちは一等室に入る。 一等室の乗客は意外にも全てで5人の少数だった床に倒れた1人の男を囲み4人の男女が呆然と佇たずんでいる突っ伏した前びたのの辺りからトマト色の血が流れそこらあたりを花弁のように彩っているそして投げ出された手の側に小型のピストルが落ちていた 急停車するまでもなく列車は短い鉄橋を越すとすぐ次の H 駅に着いた2騒ぎが客車を波動のように伝わっていった改札口に向いた窓から首が一線にのぞき始める。 車掌は後方から首の羅列に沿って走ってきた駅長室からも人が走り出た皆さんお静かに願います警察の方が見えるまでどなたもお静かに願います感服と口ひげを満載して2台の自動車が駅の前で止まる濡れたプラットフォームに散弾のような靴音と拝見の音が見られると 事件のあった一等室は黒い漢服で充満する即死弾はよくわかりませんが前みたいをハスに貫通しています明らかに他殺でしょう接触射撃らしいです推定年齢28歳警察医は鏡込んだまませっかちに 一見してそれがこの町の警察署長だなと分かる頬ひげの小柄な男に告げるよくご覧なさい顔面が濡れていますよ何濡れているガチャッと拝見の音を立れて,て署長は膝を折った鈴夢も顔を下げた死体の血にまみれた額と頬にかすかな水滴が付着している 人々の目が反射的に窓に映る窓被害者の座っていた席の車窓が上部3分の1ほど開かれてあるではないか不思議だね雨が降ってるのに所長の眉がちょっと動く君この窓のとこと拳銃の指紋を取ってくれたまえすぐ命令して私たちの方へ向いた 発見者は誰だね。最初の発見者は4人の男女の1人が顔を上げる怨霊らしい重役風の中年の紳士だった私です話してくださいその時のありのままをあなたの知っているだけをここにこの方とこちらに私が座っていました そのの新聞を読んででいたのです。私はだからほとんど何も知らないのですがただ大きな雷の音に混じって耳のそばで銃の音がしましたから目を上げてみるとこの人がよろよろと倒れかかってきましたそしてドテラの男がそこに呆れたように立っていたのですドテラとは この方の隣に座っていた男です。飛んだ男のことでしょう。鈴夢が横から話をとった。飛んだ男列車から飛んだのですよ。その男は。おぉ逃走したのだね。よろしい。あなたの話は後から伺います。さあ、続けてください。 そのドテラを着た男は、ピストルを落とすと、慌てて戸を開けて逃げました。それから二、三分して、この二人の方が来られたのです。私の知っているのはそれだけですが。何か、争うような言葉や音を聞きませんでしたか別に。ああ、ピストルを撃つ前に、なんだという声がしたようですが。 どちらの声ですか被害者か加害者かさあ、それはよくわかりません。この時き、鈴夢が再び横から口を入れた。そのなんだは、怒った時のなんだでしたか疑問のなんだでしたかなんだでした。どてらの男は 確かにピストルを握っていましたか握っていたと思います。気がついた時、その男はガチャリと音を立てて、投げたのです。投げたのですか落としたのではなくて、投げつける音でした。所長は自分たちを無視する鈴夢の行動に明らかに立腹したらしかった。君は何だ 僕,僕は僕はいい新報の者のですとんでもない嘘である鈴夢も私も M 高等学校文化3年生ではないか新聞記者かだがやめてもらいたいね取り調べは我々がやるからこの嘲笑を受けて鈴夢はしばらくムッとしていたが やがて冷ややかな笑いを口元に浮かべ所長を見た3他の3人の乗客は次のように証言した「ドテラの男と被害者とは決して以前からの知り合いではなかったらしい銃声のするまで一言も話し声はしなかった」 銃声のする前誰も車室に入ったものはないドテラの男を除いて何者も犯行直後その部屋を出なかった銃声のするまで窓は閉まっていた窓を開いた者は誰もないドテラの男と被害者は決して騒論をしなかったもちろんこの間に45人の警官がドテラを着た男 すなわち、飛んだ男の捜査に出発したことは書くまでもあるまい。拳銃には一個の指紋だに発見することはできなかった。そして細密な調査の末、その拳銃は手で握る箇所を除いて水に濡れていることが発見された。窓の指紋は被害者自身の指紋であった。被害者自身が窓を開いたのだ。なぜ 窓を開いたか四。そして乗客たちの尋問のさなか一人の女が出現したことによってこの事件は意外な方面へ発展した「女」黒いコートと黒いドレスまるで喪服のような服装の十八区の女が。 のの背を泳いで来たのだ。まあ先生やっぱし先生だわ女は全身で死体にすがりつき黒い花のような華奢な肩を激しく波打たせ泣き始めるのだった「ニケくに女の名」の出し抜けな出現はかなり警官たちを動揺させたお知り合い,いですか 所長は女の背を軽く小づいていった先生だわ私もしかと思ってたのにやっぱり先生だったんだわお知り合いですね女はやっと涙に濡れた顔を起こした私が案内していましたの T 氏の私の勤めている銀行 Y 銀行の犯人を探してくださるため 私が課長さんに言いつかってご案内していましたの。まだ月もしないのに、私課長さんに申し訳がない。この人は岩崎探偵。お名前は特治だと承りました。私食堂車へ参っていましたの。騒ぎを聞いてもしやと思って大急ぎで帰ってきたのですが、車掌に止められていて。 やっと事情を話してきたのですわ二家国の陳述大略 Y 銀行で3週間前1万円盗難事件が起こったしかし T 市警察の全力を挙げての捜査むなしくその事件は最近全くの迷宮入りをしてしまった頭取や課長たちは相談して最後の策として岩崎氏を招くことに決定した そして彼女がその役を引き受けて今朝松山に来、この列車で T 氏へ引き返す途中であった彼女はある課長の秘書をしている年齢は21歳である五。被害者の死体はひとまず駅長室に運ばれた 松山の警視庁と被害者の身元へ電報が打たれた今やもはや事件の落着は飛んだ男が捕獲されるか否かにかかっているだが諸君はいくつかの疑問を持っているだろう窓は何のために開かれたか銃声のする前に誰かが言った「なんだ」の意味は被害者の顔面は濡れていた拳銃も。 そして探偵屋のズムはこんなふうに言ったちょっと面白い事件だ一汽車遅れて捜査隊の帰りを待つだけの価値はあるよ巧みにポイントが切り返されていくと一等車は分裂する細胞のように駅の郊外退避船へ残された列車は50分余りの遅刻の後再び女学生を乗せて出発した 富士の公客を4人置いて二家にも私たちと同様に捜査隊の帰りを待つため一記者を暮らすことにしたらしかった警官隊は駅長室のストーブを囲んで23の駅員とたった今行われた殺人事件について雑談をしていた岩崎さんにかかっちゃどんな迷宮入りの難事件だってスパリスパリ解決していたそうだからね 惜しい人だよつまり何だな銀行の1万円事件ってやつの犯人がつまり土寺を着た男がどこかでそのことを聞き込んでこいつはいけないってんで岩崎さんを殺したわけだねそんな話だった女は部屋の隅のキースに腰を下ろして駅長の勧める茶を受けていた 鈴夢はその女の動作を注意深い瞳で行視していた約30分サイレンの音が響いてくると決まって一同の頭が起きたそして幾度かの失望の後駅長室に検体の色がみなぎり始めた頃やっと捜査隊は帰ってきた吉報を持って 4人の警官が靴下の底までびしょびしょに濡れてそれでも意気揚々と帰ってきた私たちが駅長室を出るとそれらの人々は濡れて東映を映している廊下をひょいひょいとこちらへ渡ってきた所長頭部に大きな裂傷を帯びていますすぐ病院へ運びましょうかうんやってくれ外科の経営な俺たちもすぐ行く 私たちも行かねばなるまい警員は町の西北であるカフェの隣だっただからこの手術室にまで茶チな蓄音機の騒音が雨の底を伝って聞こえてくるダメですなあこれは。 院長の眉が憂鬱に曇っているしかし言いつつも針を持った手は男の頭部血とぬかるみに汚れた頭部へ敏晶に動いているどてらも何もとろと血潮でベトベトに濡れて頭は落ちたスイカのようにひび割れているこれが飛んだ男だ所長は男の横顔を不審げに眺めていたが 驚きの叫びを上げて飛び上がった。こいつ、箱子のサダだやろう。サダですってへ、ええ、これが。サダだ顔が最初は泥まみれでわからなかったが、確かにやろうだいつか俺があげたことのある。一人の警官がその顔を近々と覗いて、 なるほど。サダです。と断言した。助手は慌てて彼らを非難した。あまり大声をお出しになりませんように。ここは病院ですから。この時、血に染まった男の顔面は異様な苦痛を表現し、その引きつった唇から最後の不可解な言葉が漏れるのだった。こう、なん。 そして箱さ貞は絶命した「高難思いがけない全く解き難い謎の言葉ではないか高南とは何を意味した言葉であるかそしてこの男が果たして岩崎氏を射殺したのであろうか私は何も知らないただその瞬間 にの表情が激しい変化を見せたことだけを書いておき先へ進めよう七手袋はありませんでしたか誰のあの男のですあの男は手袋をしていませんでしたか加害者ですか さあ、していなかったようですね。するとおかしいじゃありませんか。拳銃には指紋が残っていないのでしょう。被害者は全学部をハスに貫通した弾痕を受けていましたね。あの男、箱市の貞の身長は408寸です。被害者の身長は、さっきちょっと測ってみましたが、501寸ですぞ。 あの男は、決して岩崎氏を射殺した犯人ではありませんよ。控え室の火鉢を取り巻いて弾を取っていた警官たちは、こんなにも不思議な鈴夢の断言を聞くと、明確に狼狽してしまった。何を言う、バカな。私も、核のごとき言説を行う鈴夢を軽蔑してやろうと考えた者の,の一人であった。しかし、鈴夢は、 もう2か月も以前のことではあるが学校の教室から1個の教科書定価10円30銭が紛失した時にもかかるとっぴな提言の後どこからともなくその書籍を探し出したことがある彼は何かしっかりした根拠を持っているのであろうか銃声のする前後一等室には箱子の貞を除いて1人も出入りしなかったのだぞ。 所長の罵声に近い怒鳴り声が起こった。この上文句を言ったら、公務執行妨害だ私は降印されて留置所へ入ることを好まなかったので、鈴夢の腕を引っ張り、控え室を逃げ出さねばならなかった。何たる厄介な親友であろうか。鈴夢はこんな悪癖さえなければ立派な青年であるのに。 私はこの機会に思い切り彼に忠告してやろうと考えた。そうして病院を出て雨の中を停留場の方へ歩きながらありたけの友情を持って私は鈴夢に忠告した。しかし鈴夢は私の忠告を無視するかのごとく絶えず両方に笑みを浮かべて雨の街を大股で横切っていった。 私は彼の長身に並んで歩きながら彼が今にもやられるに違いないとふと思ったそしてこの予感は的中した八次の列車で私たちは出発したニケと呼ぶ女も同じ列車に乗ったらしかった 私は眠くてたまらなかったので三等室の片隅に二人前の空席を取り窓枠に頭を持たせてやがてぐっすり寝込んでしまった9 4月17日午前9時嵐が去り絶好の野球日和である。 昨夜すっかりニケさんと懇意になってね。TC 球場ガイアスタンドで、折から始まった中学生たちの熱心なシートノックを前にして、スズムは何気なく言うのだった。で、今夜晩さんの招待を受けたのだ。もちろんノんとは言えまい。行くさ。だが、行ってもいいのかなぜ俺がさ、 馬に蹴らられるの嫌だからな。《こいつ皮肉ってやがる》実際鈴ムはあの長身のどこにそんな社交術を持っているのであろうか電車で知らない女と会うと彼は私が脇見をしている間にもうその女と笑い合っている鈴夢はそんな性質をも持っている q んのような拍手が 4月の空へ消えていった。年若い選手たちは今試合開始のサイレンの音で一斉に部署に着いたのだ M 賞と T 中の白熱せるプレーが続けられていく夏に行われる全国中等学校野球大会中西国における選抜野球の予選とも見られるこの日の試合は鉄峰ヶ原に運休した2万の見物人たちを 完全に熱狂せしめたたのだったスタンドは全国の優勝候補 M 賞の選手のいくつかのファインプレーに湧き上がって騒いだ私たちも日暮れまで忌まわしい夜行列車の殺人なんか忘れてしまい波のように動揺する群衆の一員として行動をしたそして最後のサイレンの響きにはっとし空を見上げると真っ赤に夕焼けした鱗雲であった 遅くなった急がなくちゃ6時にと約束したのに銀行の秘書女一人私が想像した彼女の住まいはこぢんまりした八畳の部屋だったなしかし何たることであろう 西安寺町680番地690番戸。そこは、豪奢な別荘風の邸宅であったのだ。間違いだろう私は言ったが、鈴ムは自信がりげにベルを押した。洗練された服装の女中。どちらから昨日、列車で。 そこへ女が出た。まあよくいらしてくだすったわ私遅いのであんまり野球に夢中にお乗りなすってすっかりお忘れになったのではとそれは心配していたのさあ高い天井とシャンデリア古代エジプト模様のカーテンピアノマージャンテーブルなどなど。 女はよくしゃべった。私1人だとかこの家は課長さんの家だとか昨夜の事件について今朝ひどく課長に叱られたので腹が立って課長をあべこべにやり込めてやったとか話しぶりによると女と課長との間にある種の関係があるらしいのだった。食堂 ここで鈴むはなぜか曲芸団のことばかり口にした子供の頃から僕はあの軽技の空気がたまらなく好きで縁日や祭りの日には決まってテントの外にうろついていたものです人旦が鳴り出すと真っ先に飛び込んでご飯も忘れて夢中になって母やなんかによく怒られていました自分もあの人たちと一緒になって旅から旅を流れ歩いたら どんなに面白いだろうなんて本気に考えたものですそう一度なんか家を飛び出して三里もの間馬車の後ろを追いかけ日が暮れてから泣きながら帰ってきたりしたこともあるんです当やそこらの子供で今考えても呆れるのですがまあだから僕生まれついてのルンペンだったのですね しかし今になってみると、あの時あのまま曲芸師になってたらどんなに愉快だったろうと思ってみたりもするのですが。まあ。でも、軽業師って随分辛いのですよ。辛いことなんかありません。ただもう面白くって楽しくって。はたから見ればね。でも私なんか9つの時から19まで随分苦しい目に遭っていますわ。 おや、あなたが女は一瞬ハッとしたらしかったええ私実は23年前まで局場団にいましたの9つで売られて11再びサロン食事中 彼女は自分の口から意外な告白を漏らして以後あまり話さなくなったしかし鈴夢の巧妙な話術は彼女をして当然怒らねばならない昨夜の殺人事件についての議論の中へついに引き込むことに成功するのだった彼女は用心深い口を聞いた私やっぱりあの男が先生を殺したのだと思いますわ。 でもそうとしか考えられませんもの。なぜなぜって、漠然とそう感じるだけですわ。それにあの時の事情だって、みんなそう考えねばならないようになってるんですもの。あの男、つまり箱氏の定という男が、岩崎氏をなぜ殺さねばならなかったんです理由がありません。まあ。 まるでケンジみたいで、ね、女は深いげな瞳で鈴むを見上げたかかる対話は私をすっかり退屈にしてしまっていた私は満腹したのでそろそろ眠くなりいくつかのあくびをかみ殺してテーブルの上の一冊の本を取り上げぼんやりとそれに目をさらすのだったそしてうとうと仕掛けていて約数十分の後目を覚ましてみると 涼むと彼女は大声で真剣な顔色で議論を続けていた。拳銃はどうして濡れていたんです岩崎氏の顔はなぜ濡れていたのです窓が開いていたからですわ。ではなぜ窓が開いていました外は嵐ですぞ。誰が窓を開きましたそんなこと私知らない。拳銃には指紋が残っていなかった。 男は手袋をしていなかった。この矛盾をどう説明しますかそんなこと、お答えする必要がありません。早く帰ってください。私、不愉快です。帰りませんよ。あなたが本当のことをおっしゃるまで、絶対に。じゃあ、誰が撃ったとおっしゃるんです誰が それは僕があなたに問う言葉ですよ。岩崎氏の身長は五尺一寸。佐ダの身長は四尺八寸です。そして岩崎氏の全学部の断根は蓮に貫通しているではありませんか。これが最後の断定です。佐田は岩崎氏を打ちはしない。はははは。まあ、おかしい。 岩崎先生が自殺したとでもおっしゃるんですか鈴夢の目が鋭く光ったこれは誰のですたたきつけるように彼女の膝へ飛んできたものがある褐色の絹手袋だった女はもはや平然として冷ややかな態度を取り返していたそしてチラリとそれに目を注いで静かに言った 私のどこかでなくした手袋ですわ。あなたは岩崎氏の射殺される時どこにいた食堂車。さっき言ったじゃありませんか。食堂車のボーイはこんな証言をしたぞ。あの人は9時40分頃に食事を終えて出た。と。9時40分から10時27分まで。 どこで何をあなたはしていたお便所で。なるほど。確かにあなたは便所へ行った。僕は便所でその手袋を拾った。それから手袋をよく見ろ。すすがついてる。それがどうした高難の地よ。白状しろ。 女の手がドレスの隠しに動いたと見ると呆然ピストルの音がした白煙の向こうで鈴ムの姿が瞬間よろめいた私は全身で女に飛びかかっていったそして肩の辺りに裂けるような痛みを感じつつ夢中で女の手からピストルを奪い取ったそしてそのまま混虫した 12私は2週間で、スズムは5週間で退院することができた。鈴夢の退院の日、私は自転車で鈴夢の家を訪問した。彼は寝床の上に起き上がり、やつれた顔にそれでも元気のいい笑みを見せて私を迎えた。H 町の所長が今日見舞いに来てくれたね。 銀行の方の犯行も、とうとう自白したなんて言ってたよ。ほう、すると、あの女が犯人だったんだね。そうさ。だから岩崎氏を殺したんだよ。手袋にすすがついていたろ。あの女、貨車の塔を伝って屋根へ登ったんだ。そして屋根の上から岩崎氏を呼んだんだね。 なんだと言ったろう岩崎氏が窓を開けると撃ったんだ。拳銃は窓から投げ入れる。そして便所へ行って濡れた服を着替えて何気なく帰ったのだ。泣いたろうあれおかしかったじゃないか。他人が死んだのにあんなにおいおい泣くなんて。で、怪しいと思ったんだ。かわいそうなのは箱子の差ださ。 何も知らずに死んじまって。女の自白によると岩崎氏のカバンを盗んでくれと頼んで一等室に連れ込んだのだそうだが銃声が起こった後初めて測られたことを知り自分の立場の危険に気づいて慌てて飛んだのさこうなんかあれには俺も参っただが女の家でわざと曲芸団の話をして女を釣り あ、いつが軽業師だったことを知るとすぐ地名だなと感じたのだ。そして、最近上海から江南の千代と呼ぶ女賊が内地へ渡ってきたという新聞記事を思い出し、とっさに行ってみた。まださ。